こんにちは。今日はね、新車で買ったスイフトにホイールをつけていこうと思います。買ってすぐやっちゃうわけですね。そうです。純正のあのなんかさ、周りがさ5個書いてある、はい、あのカウンタックのモドキみたいなやつ、はい、あれですね、写真出してきます、うん、カウンタックモドキみたいなホイールも、まあ純正ホイールは純正ホイールでいいんですけど、みんな同じだし、なんか個人的にあんまりデザイン気に入ってないので、いいものを用意しました。こちらです。じゃじゃーん。タイヤは東洋のプロクセス TR1 を用意しました。これはどういうタイヤなんですか？これはね、まあ、パターンがすごくかっこいいんですけど、はい、まあ、見てもらえれば分かりますけど、まあ、ハイグリップっていうよりは、街乗りでもスポーツ走行を楽しめる、街乗りスポーティータイヤ、素晴らしい、そういうものですかね。はい、しっかり溝が掘ってあって、普段履きもできて、なおかつ、そこそこのスポーツ走行も楽しめると。うわ、これはね、これ、レイズですね。レイズですね、これ。これグラムライツですか？あ、グラムライツでさ、めっちゃかっこいい。グラムライツって書いてあるの。グラムライツって書いてある、どこ？ここに、ここに書いてある、グラムライツ。これの、ちょうどあの、僕のあの、ついてる、ビッグ、ビッグバッグ。うん。じゃん。じゃん。じゃじゃじゃん。じゃ、初めて。初めての新品。黒までギュッとって感じだよ。かっこいいですね。うん。黒も捨てられないね。じゃじゃじゃーん。じゃじゃーん。これがね、これやるだけ。よいしょ。簡単でしょ。簡単。かっこいい。そしてかっこいい。座ってみてください。おお、いいね。そっち初めて。はい、意外とホールド性あります。あ、なんか楽だね。寝れそう。寝れそう。あ、車中泊がいい、車中泊できそう。フィット感がすごい。うん、なんかほんまになんか、ね、しっかり支えてる。純正だと体がきついんだけど、これはなんかピタッと止まってる。うん、すごい、人間の形してる。全然素晴らしい。うん、全くずれないの。なんか人間のあの、うん、肩甲骨の形というか、うん、背中の形のそのまんまだから、うん、めっちゃいい。このボルトをさ、先に入れる前にここ閉めちゃったせいで、このシートポジション動かすやつをね、それを外して取らないと入らなくなりました。こんだけ低くしたいってことだからね、うん、相当シートポジ下がりますよ。楽しみですね。はい、トルクス、トルクスじゃないや、はい、シートベルトのキャッチの移植が終わりました。開きました。このハーネスをまず車につけます。あちゃんあちゃんあちゃん、おいおい。で、穴の位置を合わせます。で、先ほど外したこのトルクスのボルトをつけるだけですね。穴の位置やってますか？違います。良くなりましたね。
さっき色があるけど、はい、このガンダムみたいなシート、はい、赤い筋入ってるやつが、はい、黒一色の立体色に、はい、戻ったというか、あでも大人な仕様でね、あでもいいな、いいっすね、こちらいいな、はい、両脚にブリッドって書いてあるの、いいな。そうっすね、ブリッドがいいってことですね。助手席の、ああなんかノート読めそう。ラリーかポジションが、はい、このポジション低い低い、あいいっすね、すごく低い、助手席低くする必要あんまないですけど、まあいや助手席は低くした方がいいよ、低くした方がいいんですか、うん、なんでですか、なんですか、だって助手席の人ってウエイトじゃん、あ低く搭載したいじゃん。アキトを乗せる前提、ラリーする前提なんですね。そうだね。ウェイトハンデは、なるべく低く。いや、ラリーだと、助手席の人、とにかく低くするね。はい、そうですよね。だって、その分有利じゃん。低重心化して。確かに。もう、助手席、ラリーの助手席のケツなんて、もうほんま床についてるようなもんだよ。うん。で、運転席は逆に、ちょっと周りをよく見えなきゃいけないから、ラリーではあんま下げすぎない。うん。そこでバランス取ってる。なるほど。だからいいよ、この前まで新車だったのに。ホイール入って、はい、タイヤ入って、シート入って、タイヤ入って、シート入って、次は次は何でしょう、次の企画、次の企画楽しみについてください、じゃあさよなら。